うわーってこうちょっと広がりというか、うおーやるぞーって全体的に少し何かけていくのはクレッシェンドしてしまうのは。頑張ります。じゃショパンエチュード2曲、次回は、ということで朝からのレッスンが終わりました。3人だったんですけどね、一番最初の生徒さんに今日はこんなもらっちゃいました。嬉しい、あの生ニンニクです。もう新しい、美味しそう。うちあの林田家は結構ニンニクが好きなんですけどもうおろしニンニクとかこんなに大きい瓶がいつも冷蔵庫に入ってます。でこの間ちょっとそれが品切れだったので、あの300グラム入りのチューブを2本買ってきたんですけど、もうなくなりましたね。結構使います。もう唐揚げなんかしたらそうだな、150グラムぐらいおろしニンニク入れちゃうかな。結構入れます。でまああの午前中の生徒さんってどんな生徒さんが来てるんですかって聞かれることあるんですけど、まああの学校にいてるお子さんたちはやっぱり午後ですね。学校帰ってきた後とか、まあ、土曜日に、まあ、当たり前ですけどそうなるんですけど、今日いらっしゃった3人はあのおのうちお一人はもう20何歳だったかな、あの以前にここで習っていた、まあ、元生徒さんのお母さんなんですよね。お母様はその当時からずっと今習っていらっしゃって、もともとご経験があった方だったんですけど、今フランス組曲なんかをお弾きになってます。で、その後来た方は声楽科の方ですね。あのピアノのご指導ももちろんされています。すごくねパワフルにいろんな曲を弾いてくださる方なんです。そして最後、私のブログにも時々登場しているマイ先生。マイ先生、私と同じなんですけど、私マイ子ですけど彼女はマイさんですけどね。あの字も同じでなんかすごい親近感湧いてしまう。彼女の演奏活動もしていて、一生懸命頑張っています。私と主人とダブルでレッスンしています。はい。でまあ一旦あの今日は3人のレッスンが終わったので、午後の夕方からのレッスンまで少し時間があるので、ちゃちゃっと今銀行なんかに行って帰ってきて、今から、まあ、夕食の支度なんかするかな。で今さ、まあ、いろいろカメラ、この間衝撃の壊れちゃった事件がありましたけど、 RX100 とかをね、あの壊しちゃったんですけどね、カメラの北村に修理に預けまして、まあ、メーカーに送るそうなので2週間ぐらいして見積もりが届くというところです。であのカメラ使えなくなっちゃったので、で、まあ、主人がもう一個いいカメラを貸してくれるって言ったんですけどね、持ってます今ここに。これミラーレスカメラっていうのかな、まあ、一応ここに出るかな、ここにも液晶が出るので、まあ動画を撮るのには好都合な感じなんですけど、もうねもう次なんかやったら大変なので、いやありがとうとあのお返ししました。もう一個、これもいつの動画に撮ったか使ったか、ソニーの HDR-MV1 ですかね、これは音を撮る、専用という言いますかね、そういうカメラ、ビデオカメラですけど、ここにマイクがこんな風についています。これはレッスンのあの動画を撮って、まあ、特に主人はいつも生徒さんのレッスンをあの希望の方にはこれで撮ったものを生徒さんがお家で見れるようにあのしています。生徒さん何回も見ての一生懸命練習してくるんですけど、これは横にあの液晶がついてますね。これを大体使ってはいます。これも広角で撮れるので便利ですね。今撮ってるカメラは、キャノンのアイビスミニ。もうこれがですね結構あの使えるカメラなんですけど、液晶がついていて自撮りできるように、まあ
液晶の向きも変えられるようになっていて、散歩のね動画をちょっとアップしたいなと思って、うちの小太郎、柴犬の小太郎の散歩の動画を娘を連れてのどかな風景のところをね歩いていろいろ喋って撮ってきたんですけど、残念ながらボツでした。手ぶれがついてないのでかなりガタ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 とね映像がこう揺れてしまって、もう私が見てても酔うので、もう見れない、残念ですけど、もうこれはもう削除です。なのでもう外でも撮りたいし、まあお家の中でも撮れるしっていうものが欲しいな。 iPhone は何だったっけ、とにかく今のその3つカメラがついてるやつとは違うので、まあいわゆる肌が綺麗に映るかどうかっていうところからするとの NG ですね。なのでiPhone で撮るはなしなので、そこで、もう一つね手に入れました。フィミファ、フィミパームです。ここにちょっと三脚につけるアタッチメント、かわいい赤のをつけているんですけど、これジンバルがついているので、もう滑らかにね撮れるはずなんですよね。今日あいにく雨が降っているので、まあ、お散歩に行けないので、近々お天気のいい日に行っていこうかなと思います。これを持って、ね、まあお部屋で撮るのもこれで撮るか、まあ据え置きはアイビスミニにするか、ちょっとどうしようかなと思ってるんですけど、まあこれちょっと電源を入れてみます。ここに液晶がついています。で軌道がなんかねかっこいいロボットみたい、見ててください。スイッチオン、でしょう。ここにで、まあここでもちろんこれタッチパネルでいろいろ設定も変えれて、ジンバルの固定をどこをするかとかね、そういうのがあるらしいんですけど、まだ勉強不足でこれから勉強しようかなと思います。こんなです。こう動きに追随してきてくれるので楽しみです。で全方向追随するモードだったり、固定をすることもできたり、上下の動きを固定しておいて横だけ追随してくるようにしたりとか、いろいろあるそうです。まあ、こんなにコンパクトだし、だからこのカメラはちょっと気になるので、カバーがついてるんですけど、まあ、ポコッと取れても困るので、ちょっとケースなんかも悩んで注文するところです。またこの動画も撮ったものをアップしていきたいと思います。さあということで、ということでぜひぜひ、チャンネル登録お願いします。はい、また動画アップいろいろ考えます。楽しみに。